おはぐんこむこです。今日は、プラベのお知らせをしたくて動画を撮ってます。違う、間違えた。これだ。今度、2月12日フェス中になるんですけど、日曜日の夜10時から11時で、縄張りのプラベをしようと思ってます。で、ルールを、少し考えたので、それを次紹介します。ルールはこちらです。1から3を3回ずつ回していきます。すべて縄張りで遊びます。で、まず1番目はスロッシャー系の武器と帽子をかぶってください。で、2番目3回やって、次2番目ローラーの武器とメガネをかけてください。3回目はシューター系とスニーカーを何か履いてください。ちょっとここを、分かりやすく言うと、スロッシャー系の武器と、ここ帽子をかぶってますよね。これで、3回遊んでもいいし、スロッシャー系の武器を、例えば1回目これで遊ぶ。で、2回目は、これを持って、帽子は、これかぶって。で、3回目は、例えばこれを持って、これ。みたいな感じで、バラバラで3回とも遊んでもいいし、ずっと同じ武器と帽子を3回かぶって遊んでもそれは自由です。で、次に、ローラー系だったら、私ローラーちょっと持ってないから、あれだけど、これと、メガネ。これをかけて、まあ、3回遊ぶ。でもいいし、他のローラーとメガネ、他のメガネとかでも大丈夫って意味です。それを3回ずつ、1セット目の、ルールで3回。2セット目のルールで3回。3セット目のルールで3回。333で1時間で多分回せると思います。もう一回書きます。これですね。これ3回。あ、これじゃん。こうやって分からへんな。3回ずつ。まあ多分分かってくれると思います。で、次に、詳しい詳細の方。先着8名です。8名がマックスなので、8名。で、この YouTube の動画のコメント欄に、プラベ希望って書いてください。で、Twitter で相互フォローの人はもう DM で送ってきてくれても全然大丈夫です。あと、配信はしません。で、これじゃない。あ、これ。私とスプラのフレンドの方が、まあ、大前提になります。で、上手い下手は全く関係ないです。で、レベルも関係ないです。で、今からフレンド申請していただいても全然 OK です。で、普段遊んでないけど、このプラベだけ参加しようかなっていうのは全然 OK です。で、いつも YouTube、他の
配信見に来てくれてるフレンドの方とか視聴者さんで、あのスプラ普段やってないけどこれだけ参加したいわっていうのはもう全然ありなんで、まあ、その場合はあの知ってる人がいいですけど、全くの初見の人だとちょっとよくわからないので、全然遊んでないけどそれだけ参加してもいいっていう、あの顔なじみの方は全然ウェルカムです。でもちろん普段縄張りとかいろいろサムラ遊んでくれてるフレンドさんは大歓迎します。これは言ったな。ね、先着順とします。集合は9時50分ぐらいにしときます。私がうまくプラベの方を設定できるか、ちょっと時間がかかったりするかもしれないので、一応そんなに難しくはなかったので、さっきやってみたら多分できると思うんですけど、一応50分ぐらいにしときますね。で、パスワードはあのツイッターやってない人には教えることできないので、もうここで書いときます。0212です。で、もしこのパスワード見て、入ったろうみたいな感じでおふざけでもし、承認してないのに来られた方は、あの即ブロックという形を取らせてもらいます。多分それで対策できるんじゃないかと思うので、パスワードは書いておきます。はい、これでわかるかな。なので、配信とかで参加してくれてるフレンドさんとかも全然来てくれて嬉しいし、配信見てない人はこれ多分気づかないと思うけど、もし偶然見つけて、あ、僕さんやってなって申し込んでくれても嬉しいです。まあ、8名埋まるかわからないですけど、埋まらなかったら、あ、でも33でもいいかな、33でやってもいいかな、6名集まったらやろうかなっていう感じで、まあとりあえず動画でお知らせを伝えてみました。それではまた参加お待ちしてます。ありがとうございました。バイバーイ。